な。もうそれはステップメインサブ、いやこれはこれですよね今やってんの。これは前にもお話ししたんですけど、じゃあちょっとだけ尺取らせてください。リボガンはまあサブやると振り向きサブやるとこういう風に硬直になっちゃうんですけど、なんかそのサブモードみたいなのがあってバグなんですけど、普通にメインサブやります。でこれ今もサブモード入りました。でこのサブモードは BD しなければ解除されないですね。あと乾燥とかしなければ。なんでその後サブ打つとこういう風に振り向かないで打てちゃうってやつですね。落下その硬直打ちにならないで打てるようになるっていう、なんかそのバグがあるんですよ。多分バグだと思うんですけど、ただ単にこれサブ打ってるだけです。背面メイン打ってこれステップ踏んだり、まあ踏まなくても一応できますよっていう感じですね。こういう風にとか、だからこのサブモードに入るっていうだけです。振り向きメインサブやって、でこれはステップしてサブ打ってるだけっていう感じです。うん、これ絶対バグですよね。これはバグっすね多分。うん、まあ、これはあのどのシリーズもあります。マキオンでもあるしエクバ2でも確かあったはず。エクバ2もあるよ確か。うん、うん、あるあるある。でこれ BD とかしちゃうと解除されちゃうんで、普通にもうほら BD しちゃうとステップサブとかやってもこういう風に落下できないっていう感じですね。おお本当だ。はい。